このまま打てばまっすぐ絶対出る。絶対にまっすぐ飛ぶの、これで。ビビりながら打っていくのとアグレッシブに狙っていくのとだと意味が違う。スピンコントロールはあります。どうしてもなんかまっすぐ打てるように感じないっていう人はバースの使ってもらえると感じてしまいます。もう寄らないです。絶対に腰が左を向いてないといけないんですね。たったこれだけ音によってバウンスが使えるからダフったりトップしたりしないんですね。中村さん手元を下げてみて。そう、これでまた方向変わる。手元下げすぎなんでね、これだから。もうちょい上げて、これでまっすぐです。当たる面自体、この線を見るから右向いてるように見えない。当たる面自体はこれでまっすぐな。これでフェース今まっすぐでしょ。はい。これは右。これでまっすぐだね。これで、うんうんうん、だフェースを開くときは右に打ちたくなければちょっと下げておけばいい。例えばだけどアプローチがちょっと引っかかっちゃうって人、はい、結構いるんだけど、はい、これだとめちゃくちゃ右行きそうじゃない。行きそうです。これだとめちゃくちゃ右行きそうでしょ。このまま打つよ、このまま打つよ、このまま別に返したりしてないよね。はい。これでまっすぐでしょ。まっすぐ。これでまっすぐ。この状態で開くとちょっと右出るよね。はい。でも右に振ったりしてないでしょ。はい。面がそういう風になってる。例えば開いてもこんだけ下げると左に出る。左ですね。クラブってそういう風にできてるんですよ。それを若正直にまっすぐ構えちゃってると刃先が刺さっちゃうから、まあ危険。今中村さんがやったのはここね、真ん中のまっすぐの状態、はい、これだと体をこう体重をめくっていかないといけないから手元前になるよね、はい、じゃあこれ見てロフト、めちゃくちゃ立っちゃうね。はい。これでロフト立っちゃうんですよ、うんうんうん、これだとね、はい、けど最初からもうオープンでやっておけばこれ以上使う必要がないから、はい、ハンドファーストにこれ以上変にはならないよね、うん。で、こっから刃先刺さらないようにちょっとフェース開く。これで手元上げておけば、このまんま打てば、まっすぐ絶対出る。絶対にまっすぐ飛ぶの、これで。だからもう、突拍子もない方向を向いているように感じるかもしれない、これで。肩から見たら。はい。フェースももうえらいとこ向いてる。はい。フェースこっち向いて、体こっち向いてる。でも今これで、ズバリフェース面まっすぐです。これで打てば。ほら、まっすぐです。はい、OK です。もうフェース開いてるわけですから、もうちょっと強く打てるね。そういうこと。要は今までは強く飛びすぎないように緩めてなんぼだったものが結構しっかり打っていけるんですよ。そういうことですね。アプローチをしっかり打っていけるっていうのは翔太郎大事だよね。ビビりながら打っていくのとアグレッシブに狙っていくのとだと意味が違う。スピンコントロールは、はい、いいこと言うね。今もう視聴者が喜ぶことしかない。カタカナいっぱいならない今なんてた。スピンコントロール。スピンコントロール、それにしようかな。題名ね。ほら今ドンと全部入ったでしょ。けど、ぴったりじゃないですか。すごい。今の入り方だったらもうグリーン出ちゃう。いつもの中村さんなら。おまけ勝負あってするから、ね。今日みんなでおまけ勝負するから、ね。俺今日勝てないな。これが60ヤードとかになった場合、これでギリギリ打てますよね。60ヤード。はい。あと10ヤードだから、まあ、ギリギリいけるでしょ。70はいきます。いや、だから、70いきます。これで、ね、はい。いけます。はい、俺が聞きました。俺、僕のポテンシャルでいけますかってことです。厳しいと思います。無理をしないと。
70になってくると多少の体を使った方が距離出しやすいんですよね。60はいける感じ。60まではギリギリいけるけど、60からはちょっと考えた方がいいです。じゃあこの足の開きをちょっと戻してください、はい、ちょっとだけ、はい、でちょっと使う感じで打ってみましょう。いいじゃないですか、ほらこれで60です。70だったらもっと戻してもっと使っていくから。中村さんも結構パワーある方だから50までですけど、戻した場合はこれはこうですか、うん、それともちょっと開く、ちょっと開く、それはもうずっとです、ちょっと開く。ただ結構な速度で振っていく分にはそこまで開く必要はないので、ほら70、そうです。で、フェースまっすぐじゃないとどうしても届かない距離、90とか100とかになった場合は、私の持論ですけど番手を上げてほしいです。もうこれじゃないですか、それじゃなくて52度に上げるとか、そういう狙い方をした方が最初は誤差は少ない。70ヤードまでは56、うん、とかね。で80ヤードになってくるともう52度でさっきの最初の50ヤードの打ち方をすれば、あります？52度。あります。あります、はい、56度で50ヤード打ってた時と同じ感じで。56度で50ヤード打つ、はい、はい、ちょっとオープンで、体重左で、ちょっと、そうですね。だから意外と飛ばないですね。今軽く打ちました。軽く打ちました。だこれは、その時やっぱ難しいです。練習が必要になってきます。ただ、52度をこういう風に活用してもらいたい。これ意外と飛ばないもんですね。もういい感じですね。52度もいいかも。でも、だいたい56度でぴったりだったのって5球って1回ぐらいだったよね。だいたい3、40ぐらいキャリーしか打てるんだったよね。ああ、抜けちゃったんですね。ああ、違います。そうですか。定置のせいではにしてはいけないです。まあ、手打ちなんですけどね。はい、手打ちっていうのは腕の話じゃなくてリリースをさせちゃって、まあ、みんな好きな言葉で言うとフリップっていうやつですね。こうやって左に向いて手を開いて、こうやって、あっ、そしたら外に行っちゃった。これが止まらない時間。ここのヘッドの先行っていうのは、アプローチはさせなくていいです。この角度のまんまで、このままで。そうすると、下すっぽ抜けたりとか、そういったことにはならないので、距離出しやすいです。手首固めて、体重左で、そう、その面を変えないように。いや、ナイスです、はい、これで距離感を合わせていけばいいんですよ。この強さでいつも、はい、だから基準点を作るっていうのがすごく大事です。で、最近中村さんが分かるかな、開けるハイバウンスって聞いたことあります？あ、ナイス。水野とかでも出てるザ・クラフトとか、アーティザンゴルフとかイーデルとかっていうのは最初からバウンスが結構大きいんですよ。バウンスってここでしたね、後ろのところ。で、フェースを開かなければいけないっていうのは刃先が当たらないようにですよね。じゃあ最初からバウンスの大きいものが優しいっていうのはどういうことかっていうと、最初からバウンスの大きいものっていうのは開かなくても刃先が当たらないんですよ。開かなくてもバウンスが先に当たるようになってる。だからフェースまっすぐのまんまで今と同じことができる。ただ逆に面を閉じて刃先に入れていくっていう選択肢はほぼもうなしになってしまう。そこに関してはこれの場合は開いてバウンス使うこともできるし、開かずに刃先を使うことも可能です。もちろん難しいんであんまりやる必要はないんですが、ただ選択肢としてあるっていうだけです。ただフェースを開いている状態で手元下げてて面がまっすぐ向いてるのは分かるけど、どうしてもなんかまっすぐ向いてるように感じないっていう人はバウンスの大きいものを使ってもらえると、12度以上ですね、14度とかそういったものを使っていただけるとフェース開かなくて、例えば私の60度とかはまず4度ですね、4度なんで、
まあ、実質測ると思ったんですけど、ほぼもうないに等しいんで、刃先まっすぐで使うとかほぼないです。基本開いてた後です。海外の選手っていうのは結構少ないロフトのやつでベースを開いて潜っていくっていう選手が圧倒的に多いんですね。なんでかっていうと、そういう難しいグリーンだからスピンがかかりづらい、グリーンの硬いで、ラフが長い、フェアウェイでも密度が濃いっていう難しい状態なんで、スピンがかかりづらいからベースを開かなきゃいけないんですよ。だから日本の芝で戦ってるプロが急に海外行ってやるってなったら、アプローチが全然通用しねえわって結構言う方多いんですけど、芝の違いっていうのが大きくなるんですね。とりあえず難しい話になりましたけど、バウンスが10度までの人はちゃんと開いてください。12度以上の人はそんなに開かなくていいです。それこそもう16度とか最近の流行りのね、イーデルとか使ってる人はもう全く開かなくていいです。中村さんの場合は9度はもうだいぶ少ない方なんで、まあまあまあ開いた方がいいです。あ、まあまあ開いた方がいい。まあまあ開いた方がいい。バウンス10度で、だいたい角度で言うと10度ぐらいは開いてほしいです。正面が0度として、10度ぐらいは最低でも開いてほしい。私はだいたい4度のウェッジで20度開くようにしてるので、最低でも。このぐらい？はい、それぐらい。どこ向けます？腰使うつもりですか？そうですよね。まっすぐなんだけど、決まってないのね。はい。20度。はい。はい、ナイス。ナイスです。超うまいですね。完璧です。これ多分すぐみんなできると思いますんで、ぜひやってみてください。アプローチって基本的に自分の打ち方にウェッジを選ぶっていうのがまあ当たり前なんですけど、正直買ったばっかりだからそんなまあ、言われたからってすぐそんなバランス変えれないよって人いっぱいいると思うんで、私もそういうタイプなんで、はい、今の自分のお持ちのクラブのバランス角書いてます。大体書いてます。で、書いてない時はネットで調べてください。すぐ出てきます。そのバランスに合わせた、例えばてんちゃんウェッジ開く面ちょっと開きます。ちょっと開く、それなんで開いた方がいいって言って、そう、先生のはイーデルなんですけど、イーデルの中ではバウンスの少ないモデルなんで、ちょっと開かないとダメなんです。うん、だてんちゃんのは、俺のやつをそのまま引き継いでるから、ちょっと開く。はい。それ正解です。翔太郎、ウェッジ何度？12度。12度だったら、開かなくてもそのままでも打てちゃうね。はい。だからそういう、バウンス角に合わせて自分の最適な角度、何回も言いますけど、開いた分右向くんで、右向いた分手元を下げて方向を調整してみてください。これ家でもできます。家でもできます。クッションを置いてすぐそこですから、ポンと打つだけです。もう打った瞬間に出ますから。結構リスク大きいな、クッションに打つのマットレス立てかけちゃいましょう。あ、そのぐらいじゃないですね。まあ、こんな感じで参考にしていただければなと思います。ちょっとでも参考になったなと思う方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。グッドボタンの方も間違いなくお願いします。1回だけでお願いします。で、LINE と Instagram、Twitter、各種 SNS ございますので、概要欄の方からチェックの方よろしくお願いいたします。中村さんの成長記録を皆さんで応援してください。お願いします。お願いします。バイバイ。距離を伸ばすためのプラザ、そうそうそう、すっごい打ちにくいやろけど、これが一番綺麗な、めっちゃ綺麗。つま先浮かんように前に乗せて、そのままで保つ。蚊がめっちゃ消える。蚊がいるの。買いますよ。いますか。います。ここにやつはいます。お願いします。グッバイ。いました。
もうこれは目当てにしましょう。はい。この人何してるの？この人何してるの？俺の人何してるの？ちなみに私の知り合いではリアルにいました。やっぱり。はい。あの普通にシングルベッドを2台並べてらっしゃるご夫婦だったんですけど、朝部屋からトーンポーンって聞こえてくるからさ、何かなってガチャって開けたらさ、旦那がさマットレスをさ壁に立てかけて、下のマットレスと縦のマットレスにこう L 字にしてずっと永遠アプローチ打ってて、ガラス割りやがったんだよって。シャークして目の前で言ったら、お前これ何のためにしてんだよって大喧嘩だったって言ってたけど。